打席には野村が入っています。ベンチに呼んで策を授けます。野村健次郎監督、その初球、広島2日続けてのスクイズとはなりませんでした。結局野村は三振。この後2アウトになります。1番に帰り菊池、結局岡田が粘りました。追加点を阻みます。